回ってきてるんですが、やっと関西圏で大阪にね来たので行ってきました。めちゃくちゃ楽しみにしてて、このね今回のストアの商品がすごく可愛くて、ライフラインちゃんはほぼほぼないんですけれども、めちゃくちゃ可愛いのでですね、すごく楽しみにしてて買ってまいりました。でそこで買ってきたこのアクリルキーホルダーを5つ開封していきたいと思います。よろしくお願いします。このアクキーの他にですね、このような、まずねこのネッシーのソフビーバンクだったかな、ソフトビニール素材のなんと貯金箱ですね。ネッシーのめちゃくちゃ可愛くないですか。ここがね貯金するお金を入れる場所で、で裏が取り出せる場所になってまして、可愛すぎる。もう一つソフビ手乗りネッシーの、ソフビ手乗りネッシーだったかな、ソフトビニール素材の手乗りのネッシーもあったんですけど、そっちと悩んで、こっちの方がねその手乗りネッシーより大きさが大きい分倍ぐらい値段違うので、めちゃくちゃ悩んだんですが、ネッシーに関してはぬいぐるみがすでにいっぱいあったので、今回この貯金箱の方にしました。かわいい。またぬいぐるみと違う質感で、しかも貯金できるんでね、ここにちょこちょこ貯金していきたいなと思います。でもう一つですね、こちらブックブさんのネッシークッションですね。ブックブネッシークッション、いやこの今回ブクブさんのイラストって合ってるかな、このイラストのグッズがですね主にメインなんでしょうかね、たくさんあって、ネッシーのこのクッションをですね、このパソコン、防音パソコンルームに置きたいなと思って買いました。他にもね欲しいのあったんですけど、全部買ってるとお金がすごいことになっちゃうので、厳選してアクキーとこのソフビバンクとクッションにしました。で話戻りまして、このアクキー他にもアクリルスタンドもねあったんですけど、アクリルスタンドの方が100円ぐらい安くって、最初アクスタにしようかなって思ってたんですけど、現地で実物見たらですね、このアクキーの方が大きかったんですよ、サイズが。なので今回アクキーにしてみました。では開封していきましょう。狙うはネッシー2種類とワッチョンです。はい、全8種ブクブアクリルキーホルダー、どんなのが入ってるかっていうの書いてないんですけど、まあ、このレイズとワッチョンとパスファインダー、ミラージュ、ブラーで、ネッシー2種でしょ、あと1個なんだったかな、あと1個忘れちゃったんですけど、ではまず1個目開けていきましょう。狙うはネッシーワッチョン。それでは開けましょう。いきます。出すよ。じゃじゃーん、開けます。こっちかな、オープン。あ、オクタンか、レイスブラー、オクタンパスはいいんだ、ミラージュワッチョンネッシーネッシーか。まず1個目オクタン出ました。めっちゃ可愛いですよね、でかいんですよ、ほら大きい。1つ目はオクタンでした。あと
しい、来ました。嬉しい。可愛すぎるんですけど。可愛い。え、もう一個ネッシー出てほしいんですよね。可愛すぎる。奥ネッシー。あと三つ。え、めっちゃ可愛いですよね。これがね、ブクブさんのネッシーなんです。ブクブネッシー。かわいい。で、これの紫がもう一個あるんですけどね。三つ目、オープン。紫ネッシー来ました。ぴゃぴゃーん。ネッシーが続きました。この残り二つもネッシーでもいいけど、希望は緑ネシもう一個とワッチョンかな。どうかな。かわいいな。めっちゃかわいくないですか。さあ四つ目開けます。さあ何が出るかな。オープン。パスワインだ。予想外のところ来ました。最後なんだろう。今んとこかぶりはないですけどね。まさかのパスオクネシネシ。パスオクネシネシです。あ、じゃパスオクネシネシですけども、ラストお願い。さあ4つ目開けます。さあ何が出るかな。オープン。パスワインだ。予想外のところ来ました。最後なんだろう。今んとこかぶりはないですけどね。まさかのワッチョンがネッシーでお願いしたい。あ、なんだろう。いきます。あ、嫌な予感するこれ。あ、まさかのラストはミラージュでした。まあでもネッシー2つ出てくれただけでもよしとしましょう。しかもかぶりもないのでね。そうでね、なんか正直今回のラインナップの中で一番この出て欲しかったネッシー2つとワッチョン狙いだったんですけど、一番どちらかといえば個人的にはこう避けていたのがミラージュファンの方、申し訳ないんですけどミラージュさんだったんですね。なのでまさか最後の大取りにミラージュさん出てきたので逆にすごいなって思いましたけど、なんか一番重そうだったから、面積4ギグでだから一番重そうなやつを避けて取ったんですけどさ、こんなもぐもぐ触ることはねさすがに控えて重さでね選んだんですが、私のちゃんと作戦負けですね。もうちょっと軽いの選べばよかったかな。でもまあまあまあこの2つは来てくれたのでよしとしよう。でも全部可愛いですからね、そもそもどれも可愛いのでね、よしとします。そんな感じで可愛い可愛いブクブアクリルキーホルダーの開封でございました。ご視聴いただきありがとうございました。アニティでした。どうもアニティです。今回はですね
していきたいと思います。よろしくお願いします。このアクキーの他にですね、このような、まずね、このネッシーのソフビーバンクだったかな、ソフトビニール素材のなんと貯金箱ですね、ネッシーの。めちゃくちゃ可愛くないですか。ここがね、貯金するお金を入れる場所で、で、裏が取り出せる場所になって、マジで可愛すぎる。もう一つ、ソフビ手乗りネッシーの、ソフビ手乗りネッシーだったかな、スーツビニール素材の手乗りのネッシーもあったんですけど、そっちと悩んで、こっちの方がね、その手乗りネッシーより大きさが大きい分倍ぐらい値段違うので、めちゃくちゃ悩んだんですが、ネッシーに関してはぬいぐるみがすでにいっぱいあったので、今回この貯金箱の方にしました。かわいい。またぬいぐるみと違う質感で、しかも貯金できるんでね、ここにちょこちょこ貯金していきたいなと思います。でもう一つですね、こちらブックブさんのネッシークッションですね。ブックブネッシークッション、いや、この今回ブクブさんのイラストって合ってるかな、このイラストのグッズがですね、主にメインなんでしょうかね、たくさんあって、ネッシーのこのクッションをですね、このパソコン、防音パソコンルームに置きたいなと思って買いました。他にもね、欲しいのあったんですけど、全部買ってるとお金がすごいことになっちゃうので、厳選してアクキーとこのソフビバンクとクッションにしました。で、話戻りまして、このアクキー、他にもアクリルスタンドもねあったんですけど、アクリルスタンドの方が100円ぐらい安くって、最初アクスタにしようかなって思ってたんですけど、現地で実物見たらですね、このアクキーの方が大きかったんですよ、サイズが。なので今回アクキーにしてみました。では開封していきましょう。狙うはネッシー2種類とワッチョンです。はい、全8種ブクブアクリルキーホルダー、どんなのが入ってるかっていうの書いてないんですけど、まあ、このレイズとワッチョンとパスファインダー、ミラージュ、ブラーで、ネッシー2種でしょ、あと1個なんだったかな、あと1個忘れちゃったんですけど、ではまず1個目開けていきましょう。狙うはネッシーワッチョン。それでは開けましょう。いきます。出すよ。じゃじゃーん、開けます。こっちかな、オープン。あ、オクタンか、レイスブラー、オクタン、パスファインダー、ミラージュ、ワッチョン、ネッシー、ネッシーか。まず1個目、オクタン出ました。めっちゃ可愛いですよね、でかいんですよ、ほら、大きい。1つ目はオクタンでした。あと4つお願いします。出てきてください。はい、2つ目いきます。はぁ、来た、狙ってましたね、し、来ました、嬉しい。可愛すぎるんですけど、可愛い。え、もう一個ネッシー出てほしいんですよね、可愛すぎる。奥ネッシー、あと3つ。え、めっ
ですよね。これがね、ブクブさんのネッシーなんです。ブクブネッシー。かわいい。で、これの紫がもう一個あるんですけどね。ありがとうございました。